皆さんこんにちは、小学5年生ね、小学5年生になっちゃったね、はい、小学5年生の、算数についてちょっと確認していきたいと思います。今日はね、単位表あたりの大きさをちょっとやってきまして、ちょっと早い学校だともう終わっちゃってるところあるんですけれども、やっぱりですね、年末に向けて一気にペースアップしちゃってるところがありましてですね、まあ、とりあえず今日はですね、こちらの方やらせていただいて、まあ、あとはじゅんぐりちょっと調整していこうかなとは思っております。で、今回のやり方なんですが、正直言いますとやり方はもう一つなんですよね。一個のやり方が分かれば、あとはみんな同じやり方でやってもらえればいいんです。ただ大事なのがありまして、割り算の計算をしなきゃいけないので、ちゃんと割り算ができるかどうか、それによってちょっと答えが出るかどうかが分かれちゃいますね。なんで、まあ、前もね、あの割り算の問題何回もやってますんで、やっぱりですね、割り算大事なんだよっていうのはね、言ってきたんですけれども、やはりここでもですね、割り算の計算をバッツリやりますんで、ぜひともですね、やっぱり割り算が苦手な方に関しましては、なんとか、少しずつでも克服できるようにですね、繰り返し頑張ってやってみてください。もう経験積まないとこればっかりはうまくなりませんからね。で、今回どういう風にやりますかっていうことなんですが、例えば8本で2000円のバラと7本で1260円のユリがありまして、1本あたりの値段はどちらが高いですかっていう聞かれ方をします。このね、1本でこれ1がついている単位、これで割ってください。割るっていうのはどういうことかっていうと、つまりこれ、この本の単位を割り算の後ろにこっちに持っていくんですね。こっちに持ってきて、今回に関しては花ですよね。だから花を本数で割ってもらうと、こういう形になるんですよ。なので1本っていう1がついてる単位の数を割り算の後ろに必ず持ってきてください。そうすれば式は作れます。なのでバラとユリですよね。まあなんかちょっと分けるためにこんな感じで私書きますけれどもね、1つ参考で。バラは8本で2000円ってことは、本がついてる方8を後ろに持ってくるから2000÷8、こういう形になりますね。ユリの方は、1260÷7という形で、1がついてる単位の数をとにかく後ろに持ってくる、割り算の後ろに持ってきて割り算するね。なんで式はもうね、これが分かればあとは全部同じやり方なんで式作れますね。必ずこのやり方で皆さんマスターしてみてください。そんなわけなんで、あとはもうとにかく割り算の計算なんですよ、正直言うとね。もうこれしかないんですよ。2000÷8 をさあ計算ちゃんとできるかどうかね。8216ですよね。で40で8540で0が残ってるから最後0で250という形で出してもらう。で、1260÷7も同じ形でやると180が出ます。はい、そうするとバラの方が値段高いですよね。なんで答え方は値段を答えるじゃなくって、どっちが高いのってこと聞いてるから、これに関しましてはバラの花っていう形で書いてもらえれば OK です。ちょっと私問題文省略形で書いちゃってるんで、本当はねバラの花とユリの花ってちゃんと書いてあるんで問題文ね。なんでバラの花っていう風に書いてもらえればいいでしょう。なんで丸2番も6缶で432円のみかんジュース缶と12缶で816円のりんごジュース缶、1缶あたりの値段はどちらが高いって言ったら1缶っていうね。で、なんで缶の、缶数で割ってもらうわけですよ。ちなみに6缶っていうのは別の言い方でハンダース、12缶っていうのは1ダースっていう風に言ったりします。まあこれはちょっと余談なんですけどね。段ボールとかのね、箱にね1ダース分入ってますよっていうと、基本的に12缶入ってます、ね。それもね、ちょっと一つですね、せっかくの機会なので知っておくといいですね。そんなわけで、こちらの方みかんジュース缶に関しては432を6で割ってもらうわけですね。りんごジュース缶は816を12で割ってくださいね。なので432÷6をやってもらうから、6634126742だね。で12で622という形で72って出てきます。リンゴジュース缶は同じようにやってもらうと68って出てきますので、みかんの方が高いよねということで、答えはみかんジュース缶という形でやってもらえばいいんで、あとはもう何度も言って申し訳ないんだけど、とにかく割り算ができるかどうかにかかってますので、そちらの方ぜひとももう一回よくね確認してみてくださいということでした。はい、というわけでですね、国語に関しては今回お年玉テストの内容をちょっとやらせてもらったんで、ちょっと今回はないんですけど。
ども、算数このやり方とにかく覚えておいてください。単位量に関しましてはもうこのやり方分かっていればあとはもう式は絶対作れますのでね、このやり方でぜひやってもらいましょう。では本日ここまでとなります。また次回お待ちしております。ではまた、じゃあね。